カールスルーエは、ドイツ海軍のフリゲートである。ブレーメン級フリゲートの6番艦。ドイツビュルテンベルク州の州都カールスルーエの名を持つ、ドイツ海軍で5番目の軍艦である。カールスルーエは、ホバルツベルケドイツ造船、ブレーメン工場にて、建造番号161号として建造され、1981年3月10日に、寄港、1982年1月8日に、浸水。 1984年4月19日に、竣工し、ビルヘルムスハーフェンを母校とする第4、フリゲート戦隊へ配備された。冷戦の終結により、本来の任務である、国土防衛及び集団的防衛における、水上戦闘式に加え、戦断護衛や対潜水艦任務も、艦の当座の任務であるとされた。1990年以降、危機予防と、 危機防衛がより前面に出てきた。その中でカールスルーエは海外での多くの任務に参加している。1993年8月から12月にかけてシャープガード作戦の一環でアドリア海における金輸作戦に従事した。その間にカールスルーエにはゴールキーパー c ーエスと対空レーダーが設置された。 1994年2月から4月にかけて、ドイツソマリア支援部隊の機関任務となる、オペレーションサザンクロスに従事した。1995年から、新しい近接防空ミサイルシステムであるマーク31ラムシステムが運用可能になった。1995年12月から1996年4月にかけて、再び、シャープガード作戦に従事した。 1998年からは、新しい戦術情報処理装置と、3次元レーダーである TRS-3D-32、また、予備の対水上、対空レーダーとして DA-08 が設置された。2001年10月から2002年2月にかけて、対テロ戦争の一環である、アクティブエンデバー作戦のため、地中海東部に遠征した。 2002年6月から10月にかけては、普及の自由作戦のため、ジブチに派遣された。2005年3月から9月にかけても、普及の自由作戦に参加した。2006年9月から2007年3月にかけて、国際連合レバノン暫定中流軍のためレバノンに、派遣された。2008年2月には、北、大西洋条約機構の第二常設な党。 海洋グループに参加するため、地中海と近東に派遣された。2008年12月から2009年2月にかけては、アデン湾において、ヨーロッパ連合が、ソマリア沖の海賊に対処するため実施した、アタランタ作戦に参加した。2009年6月には、軍事演習、ボールトップスに参加し、同年11月時点において、 ソマリア沖の海賊対策であるアタランタ作戦欧州連合会場部隊に参加し、アデン湾に展開していた。2011年12月18日にアタランタ作戦に参加し、2013年4月3日、アタランタ作戦参加中にジブチ港にて公認の海213アウクスブルクと交代する。2017年6月16日に退役した。ありがとうございます。